さすがです。私が注文したのがこれか。ナンバー3ですね。映ってますかね。$11.25。ビーフとチキンの一緒のやつですね。で、来たのがこんな感じですね。めっちゃ美味しそうですね。ということで、わっちーさびだということで、ここはあの沖道具っていうところで、沖縄の方がオーナーですね。先ほどあのメキシコの人に美味しいかって聞いたら、まあ美味しいっていう、ナンバーワンだって言ってくれましたね、めっちゃ美味しそうです。まあ、まずはね、ビーフ。味が違います。サブローソーです。美味しいです。美味しいっていうのはサブローソーって言うんですけど、サブローさんみたいで覚えやすいそうなチキン。チキンのことをちなみにガギーナって言います。ガキみたいな、ガキナーみたいなスペイン語って日本語に近くて面白いですよね。これサラダです。マカロニサラダ、これは普通のサラダ。美味しいです。まあそういうことで、あのね、オキドクっていう名前のお店です。さすがです。美味しいです。皆さんも一度ぜひ、あのオキドクっていう名前のなんか中にメキシカンと和風っていうか、まあいろいろ、まあ、いろんなのがあるんですけど、まあぜひ一度お越しいただいて召し上がってみてくださいということで、 Thank you for watching です。さすがです。